ヤローさん、おはようございます。初雪にざわめく街で、おはようございます。花関です。どうも、好きな AV 女優は浜崎真央ちゃん、おはようございます。花関蓮太郎でございます。ありがとうございます。というわけでやってまいりました、キング観光伊勢。雪っすねまさか東海で雪に見舞われるとはなんちゅう季節違いというか場違いというか、パリピまあ逆にね、がゆえに花咲かせてやっていきたいなと思います。というわけで3度目ですね、レンタロー。今回は1件あたり500円。というわけで、もう100人やったら5万なんでね、そこ目指してやっていきたいと思います。今回もあれっすよね、1人の回数制限はなしで、ないです、いいっすよね、はい、何回でもいいっすよね、はい、天国張り付いたろおきどきの天国張り付いたろ、ほんと1ゲーム連ずっとおろ後ろに。やってまいりました、キング観光伊勢店。すみません、寒かったんで靴だけ履かせてもらいました。はい、じゃあやっていきましょう。あなたの花を咲かせたろ、パカクリの花。お足元の悪い中、皆さん、お集まりいただきありがとうございました。うちくてぃやろです。今日はね、花咲蓮太郎ということで、決して別にお店さんから今日花をしてるんで、こういう格好でって言われたわけではないです。はい、ね、そこだけは間違いないようにね、最近そういうのうるさいんでね。というわけで、今回のミッションはですね、花咲蓮太郎になって花を咲かせるごとに、500円僕に入って、それが第2のミッションの軍資金になりますので、ご協力の方をお願いしますと。あ、これ次光るわっていう時に、呼んでもらって、レバーたたかせていただけたら、とてもとても助かりますというか、それしないと、お話になりませんので、皆さんはぜひともご協力の方よろしくお願いします。あー、もう光ってる光ってる、早いね、早い早い、ナイスリセット、ナイスリセット、光ったら教えてね。お気づきが間違いないからね、一番光るからね。おはようございます、蓮太郎です。だから沖はもう1,2,3,4,4ですか、だからそんなにでかくはないわな、東海にしては。お名前は、はい、ちょっと待ってね。ありがとうございます。多分ビッグですよありがとうございます、頑張ってください。ちょっと待っててくださいね。チェックだけ、合間でも。ちょっと待っててくださいね。あ、ちょうどギア。何で行ったの？追加。やば。めちゃ来るやんなの。頑張って128連ぐらいしたらいいよ頑張って。ありがてえ。
どっちもどっちも、ああああ、ありがとうございます、ありがとうございます。めちゃ伸びてるじゃないですか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あら、これ通常違うよね。まだまだこれ終わる頃に、沖海でもいいよ、沖海でもいいよ、レバーないけどね。ああ、37秒し、ダメダメなやつや、337秒しって。多分1ゲーム目はないと思う。 お先に、しよほぼほぼ癖。よかったけど、よかったよかった。もうちょい波が来たら来るわ。もうちょい波が来たら来るわって何やってんねん。これからもっと伸びるように気持ちを込めていただきます。ペロン、あ、間違えました、間違えました。ゴーゴー、まだまだまだいいですね、まだ大丈夫です、大丈夫です。設定良さそう、微妙。
ないんかい。よかったよかった、ちょっと頑張るけ、次頑張るけ、よかった、とりあえずよかった、よしよし、やればなんとかなるもんやな。花の島だけやっぱ全然活気が違う。あと1軒、あと1軒行ったら1万4000、でかい、欲しい、繰り上げて、ダメ。ここで勝負つけるわな。すみません、お待たせしました、すみません。ちょっとそろそろ当たらんかなゾーン、ここ今そろそろ当たらんかなゾーンだから、この当たらんかなゾーンに、よかった、2人ともよかったよかった、ありがとうありがとうありがとう、よかった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 、よし、気持ちいい、よかった、よし。ではヤルさん、お疲れ様でした。たくさんいっぱい光りました。まあ鼻も一応あのローリングだ方が成功したんでね。まあ最低限って感じかな。まあどうしてもやっぱそのおきどきになっちゃうかなっていうのはあるけどね。そうですね、大きいすごかったっすね。そうね、まあまあまあ稼働もよかったし、なんか挙動もね良さそうな台が結構あって、まああの店員さんも協力してくれたんでね、本当協力的なあのお客さんも込みでね良かったと思います、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、28件ということで、はい、14000、14000、ありがとうございます、はい、すいません、ちょっと今細かいのを準備できなくて、じゃあもう大きいのから6000バックで、6000バックで、はい、ありがとうございます、します、します、ありがとうございます。まあね、寒いんでね、せめてね懐ぐらいは暖かくしてね帰りたい次第でございます。はい、君に決めた、今日のお題はこちら、天下一戦で大当たり打ち取ってたるぞ。まあ1万4000あれば純粋にもう当たればいいよね。あ、当たればもうだけよね、だけよね。いきますさ、はい、いけるやろ、いけるでしょう、いけるでしょう、1万4000円で天下一戦飯取ったり頑張ります。はい、というわけでもう花咲蓮太郎全く関係ないですね。天下一戦で当てろというミッションでございます。リミットというか、軍資金は1万4000、比較的いけるんじゃないかなっては思ってますけど、4500じゃないわけよ、だから俺のこの天下一戦は、当たると一撃いくらだ、1万2500発、はい、でかいです。3倍だからね、当たった時のデカさが、3段目まで落ちた台を3、4000払って買うまである。よっしゃ、頑張れ、一発目、これで決めちゃえ、これで決めちゃえ。いけそうな気がする。5000円なんですけど、
疲れ様でした。いかがでしたか。最初はちょろちょろ入ったんですけどね、後半殺されました。1万4000目の4000は1回でも入ったかなっていうレベルやったね。取りたかったな。いけなくはないミッションだったっすけどね、余計にちょっと時間余っちゃったんですけど。セーフコビドル